ねえゼイチくん、なに？かくれんぼしようよ。うん、いいよ。じゃあ僕隠れるね。オッケー。1万秒数えたら探しに来ていいよ。え、1万秒166分だよ。冗談だよ。30秒ね。マイキーが言うと冗談に聞こえないよ。よし、じゃあ隠れます。オッケー、すぐ見つけちゃうからね。どこにしようかな。ん、この中なんて良さそうだぞ。ここにしよう。よし、見つけに行くぞ。よし、あっちだ。よしよし、ここなら見つからないぞ。ここに隠れてるなんてゼイチ君知ったらびっくりするぞ。あれ、マイキーのくせになかなか見つからないな。くっそー、マイキーどこ。あ、ゼイチ君の声だ。くっくっくっ、苦戦してる。こっちじゃないのかな。もっと奥行ってみよう。ん、離れていったか。ゼイチ君もまだまだだな。あー、楽勝だなこれ。全然いないんだけど。マイキーってこんな隠れるのうまかったっけ。あー、暇だな。何か食べるもの持ってくればよかったよ。え、何今の音。風？お化けじゃないよね。なんだかだんだん一人で隠れてるのが怖くなってきた。善一くん早く見つけてくれないかな。何やってんだよ善一、下手くそか。どこ探してんだよ。もう、もっと分かりやすいところに移動しよう。くっそー、なんでこんなに見つからないんだよ。こんなのおかしいよ。ズルしてんのか。ああ、もう意地でも見つけてやる。どこ行ってんだよ善一、本当にちゃんと探してんのかよ。もうスタート地点で隠れずに待ってるっていうのに。なんでどこにもいないんだよ。もっと山の奥か。ああ、くそー。善一、いい加減にしろよ。なんでこんなに見つけられないんだよ。アホかあいつ、下手くそすぎるだろう。これだけ探してなんで見つからないんだよ。あ、まさか海を越えて違う国に行ったのかな。くそー、僕も行ってやる。あれからどれだけの時間が経ったんじゃろうか。善一、わしはずっとスタート地点におるぞ。早く見つけておくれ。マイキーや、お前がこんなにかくれんぼが得意だったとは知らなかったぞ。その実力は認めてやる。しかし、わしの人生かけても絶対に見つけてやるからの。マイキー、見つけた。わしの勝ちじゃ。やっぱりわしには勝てなかったようじゃな。さて、家に帰って100年ぶりにマイクラでもやるとするかの。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後